辛い症状を自分で解決、ルーツケアストレッチチャンネルの時間です。今回は辛い炎症を予防改善するための食べ物10選というテーマでお話しさせていただきたいと思います。この動画を見て毎日の食べ物を気をつけていただくだけで、今までなかなか良くならなかった肩の痛みや辛い腰の痛み、膝や股関節の痛み、あるいは慢性の胃の痛みや食道炎、そのような内臓疾患の改善もできるかもしれませんので、ぜひ実践していただけたらと思います。それでは今日もホワイト君一緒に頑張りましょう。じゃあまず炎症についてお伝えさせていただきます。組織のダメージに対する生体の防御反応が炎症です。炎症は古くから知られている頭痛、発熱、発赤、主張の4兆候に加えて機能障害があります。炎症とは古い時代、体の怪我や傷などで体が傷んでしまった場合に、生きていくために長い時間かけて獲得してきた体の防御的な手段であります。これは遺伝子によってよくコントロールされた体の反応と言えます。急性の炎症がやや長引いてしまうと、その炎症反応に加えてさらに免疫反応が加わってきます。それによって体の防御反応はより強くなってきます。この免疫という反応は体の侵襲、つまり怪我などによって起こる反応としては非常に高度な体の反応と言えます。この免疫反応があるのは生物の中で背骨のある脊椎動物だけに見られる反応と言われております。炎症が起こってしまう要素として、ウイルスや細菌、寄生虫などの病原微生物の感染や火傷や擦り傷などの物理的な刺激、または酸やアルカリなどの化学的な刺激、さらにはジンマシンやアレルギー性鼻炎などといった免疫反応が体に不利に働いてしまうアレルギーなどが挙げられます。そして炎症が起こると反応が起こる、この3つの段階を覚えておくことが非常に重要になってきますので、その説明もさせていただきます。体に炎症が起こると、まず起こるのは循環障害と浸出です。障害因子が作用してしまうと、まずはじめに細胞組織が壊れてしまいます。それによって組織の肥満細胞からヒスタミンやセロトニンなどが放出されます。さらに壊れた組織からブラジキニンやプロスタグランジンなどが放出され、血管運動が刺激されます。そうなることによって細動脈が刺激され、静脈の血流が停止します。さらに毛細血管に動脈血が充満してしまって、強い充血状態が起こってきます。それによって浸透圧が向上してしまって、血小成分が血管外に放出されてきます。このことを浸出と言います。そして次に起こってくるのが浸潤と増殖です。この時期に出てくるのが血小タンパクや白血球が浸出されます。よく風邪をひいたり熱が出たりすると血液中の白血球のデータが上がると思うんですが、これが理由にあたります。この時期に体で起こることは、骨髄由来の単球と言われる細胞がマクロファージに変化して、組織の破壊されたものや異物を鈍食、つまり食べてしまうわけです。さらに血清タンパクには免疫グロブリンや個体という細胞が含まれていて、病原体を中和したり解毒が行われます。そして次に起こってくるのが組織の修復になってきます。繊維が細胞の増殖が盛んに行われ、毛細血管が新生、つまり回復して肉毛組織が形成されます。肉毛組織はやがて組織が破壊される前の実質組織に置き換えられて、炎症組織の再生修復が終了します。このように体は炎症が起こると3つの段階を経て組織が修復回復する、このような流れとなっております。ホワイト君、ここまで聞いてみて何か感想はあるかな？
そうだね、そのような質問があるかと思います。それではそれをまず理解するために重要になってくるフリーラジカルと抗酸化物質について説明させていただきます。我々人間というのは呼吸によって体内に酸素を取り込んでいくことによって活動するためのエネルギーを作り出しております。しかし取り込んだ酸素を全て消費できずに2から 3% の酸素は消費できずに余分なものとして体内に残ってしまい、フリーラジカルや活性酸素に変化していきます。このフリーラジカルや活性酸素が体内に生じた状態のことを体の酸化と呼びます。この忌々しい体の酸化は老化症状を促進するだけではなくて、がんや糖尿病、脂質異常症や動脈硬化など生活習慣病の原因にもなります。フリーラジカルとはペアで2つあるべき電子が1つしかない分子や原子のことであります。体内で使い切れなかった酸素が変性したフリーラジカルは周りにある分子から1つを奪ってペアになることによって安定しようとします。そして活性酸素とは大気中の酸素よりも活性化された酸素およびその関連分子の総称です。呼吸で取り入れたうち消費できずに体内に残った酸素も活性酸素となって不安定で様々な分子と反応しやすい性質があります。そしてフリーラジカルや活性酸素によって電子を奪われることによって細胞が不安定な状態になることを体の酸化と呼びます。そしてこの酸化によって体内のタンパク質や脂肪などの細胞が変性して破壊されることによって老化現象が促進します。また先ほどもお伝えした通り、がんや糖尿病、脂質異常症や動脈硬化などの生活習慣病の原因にもなってしまうということです。そしてフリーラジカルや活性酸素はこのように体内でも生成されますが、内部環境によってもフリーラジカルや活性酸素は増やされます。その要因になるのが主に紫外線や食事の内容、ストレスやタバコ、排気ガスや過剰なアルコール、睡眠不足などもフリーラジカルや活性酸素が増える要因になります。そしてフリーラジカルや活性酸素を予防するためには食事も一つ重要な要素になってきます。それを考える上で重要になってくるのが抗酸化作用になってきます。抗酸化する、つまり錆びつかせないということですが、活性酸素は体内の酵素によって分解されます。しかし活性酸素の生成量が多いと無毒化が間に合わずダメージを受けてしまいます。活性酸素の働きを抑えるのは酵素だけではなくて抗酸化物質も活性酸素から身を守ってくれます。抗酸化物質とは酸化されやすい物質のことで、活性酸素などによって私たちの体が酸化されるよりも早く優先的に酸化してくれます。そのため抗酸化物質自身が酸化されることによって体を酸化から守ってくれる、これが抗酸化作用になります。このように我々の体というのは抗酸化物質によって守られているのです。やっと本題にたどり着きましたが、ここからお伝えするのは抗酸化物質の多い食事ということになります。これから炎症を抑える抗酸化作用の強い食べ物10選、これをお伝えしていきますので、ぜひこれらの食べ物を日頃の生活に取り入れて辛い肩こりや腰痛、関節の痛みや内臓痛などの減少につなげていただけたら幸いです。はい、ここまででホワイト君、感想はどうかな。いよいよ炎症を抑えるための食べ物をお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは辛い症状を自分で解決というのをテーマに、病気の原因やストレッチ方法、ストレッチグッズなどの紹介をさせていただいております。ホワイト君と一緒に毎週土曜日
18時に動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。より多くの方の辛い症状を解決していきたいと思っておりますので、よかったら Facebook や Instagram、 ブログなどで紹介していただけると嬉しいです。病院に行ってもなかなか良くならない、薬をもらってもなかなか改善しない、最終的には手術も勧められているが手術はしたくない、このような方たくさんいらっしゃいます。そういった方を一人でも多く救いたいと思って動画を撮影させていただいております。一人でも多くの方にぜひ伝えていただければと思います。それでは炎症を予防改善するための食事10選、1つ目は豆類になります。豆類には食物繊維が豊富であり、血糖値の急上昇も抑える役割もあります。2つ目はアボカドになります。アボカドにはカロテノイドといった炎症と戦う抗酸化物質や、心臓にいいとされている一価飽和脂肪酸、またフリーラジカルと戦うビタミン A や E が豊富に含まれております。さらに心臓病のリスクも下げると言われている水溶性食物繊維も多く含んでおりますので、健康にとっては非常にいい食材と言えます。そして3つ目はさつまいもになります。さつまいもには抗酸化物質であるポリフェノールが多く含まれております。また食物繊維も多く含まれておりますので、こちらも健康にいい食事となっております。そして4つ目は柑橘系の果物です。体の炎症のスイッチをオフにするポリフェノールが多く含まれております。免疫システムを強化し、炎症を抑える助けになります。普段のサラダなどに加えて抗酸化作用をアップさせていくことがおすすめです。そして5つ目は葉物野菜になります。例えばケールやほうれん草、からし菜などはカロテノイドやビタミン A やビタミン E、 ビタミン C やビタミン K などが豊富に含まれております。これらの食材は炎症を予防するだけでなく、胃がんや乳がん、心臓病などのリスクを下げるとも言われております。そして3つ目はナッツ類になります。ナッツ類にはタンパク質が豊富に含まれており、血糖値を安定させ、過剰なインスリンの放出やフリーラジカルの形成を予防する性質があります。また不溶性の食物繊維も多く含まれており、腸内の働きを活性化するという役割もありますので、非常に健康にいい食事と言えます。次7つ目ですが、脂肪の多い魚類、サーモンやマグロ、ニシンなどの魚、こちらも炎症を予防するためにいい食事と言われております。こちらにはオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、炎症を引き起こす化合物の分泌を抑制する働きがあります。こちらは週に 2,3 回食べるといいと言われておりますので、ぜひ日頃の食事に取り入れてみてください。はい、8つ目、ベリー系の食べ物になります。いちごやブルーベリー、ラズベリーなどベリー類に含まれているアントシアニンによって炎症の働きを軽減し、脳みその働きを良くする、このような働きもあると研究で出ております。抗酸化物質が豊富に含まれておりますので、こちらも取り入れてみていただければと思います。はい、次に9つ目はトマトになります。ビタミン C などの抗酸化物質やリコピンなどのカロテノイドが含まれております。そしてラスト10個目はリンゴになります。リンゴにはフラバノールやアントシアニンなどのポリフェノールが含まれております。以上、炎症を修復予防するための抗酸化作用の強い食べ物10選お伝えさせていただきました。はい、それでは10個またまとめてお伝えしていきます。よいしょ。はい、炎症を抑制予防するための食材10選がこちらになります。ぜひこの表をまとめてスクショしといてください。この食材を日頃の食事に取り入れていただいて、なかなか改善しなかった慢性炎症だったり、体の節々の痛みなどの解消につなげていただければと思います。このようにルーツケアストレッチチャンネルでは、辛い症状を自分で解決するための方法についてできるだけ簡単に分かりやすくお伝えさせていただいております。今回の内容、少し専門的な内容も多かったかと思いますが、そのような理論も含めて食べ物を理解していただけると、より体の改善につながってくるかと思い、今日はこのように細かい内容もお伝えさせていただきました。ぜひ日頃の辛い症状の改善にお役立ていただければと思います。そして最後ですが、炎症によって悪い習慣についても3つお伝えさせていただきます。1つ目は運動不足や肥満です。運動不足や肥満があると内臓脂肪が溜まってしまいます。
これも炎症を助長させる要因にもなるそうです。2つ目が睡眠不足やストレス、こちらも炎症を助長させる原因になってきます。睡眠というのは炎症やストレスで傷ついた体を修復するために重要な手段になります。ですからしっかりと睡眠をとることも重要になります。そして3つ目が過度な飲酒やタバコになります。タバコの煙には多様な有害の化学物質が含まれております。これらによって炎症の修復が遅くなってしまいますので、以下の3つの習慣もなるべく避けていただければ体の健康は保たれます。ぜひこれらのことを参考にしていただいて、体の炎症を予防改善していただければと思います。今回は炎症を改善予防するための食べ物10選というテーマでお送りさせていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。